こんにちは、びっくりさせたろうです。こんにちは、エンドマンです。ということで、前回に引き続き、標識クイズの動画になります。うん、前回はものすごい大反響で。あ、そうだったんですか。うん、僕の耳には届いてきてないですけど。あれそうか、はい、だいぶ反響があったんですか、うん、ものすごいあって、はあ、もうこれは第2回やるしかないと。なるほど、まあ、皆さんもね、もう答えを待ちきれずに起立してると思うんで。なんで起立今回は答え合わせからの問題ということですね。そう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 。みんな前回の動画は解けましたでしょうか。まあ最初の問題だからね、多分解けたと思うけど。ということで、じゃあ答え合わせからやっていきましょう。はい、じゃあまず最初の問題、はい、次の標識のうち警戒標識215その時はどれ、うん、という問題でした。はい、うん、これの答えは、答えは3番です。3番です。はい、まあ1番選んででも正解だと思いますけどね。うん、これ僕の顔だね。同じようなもんでしょう。うん、2番がエンドマンの顔だね。はい、私でございます。まあ余裕だったでしょう。はい、じゃあまあ次の問題の答え、この標識の漢字の読み方で正しいのはどれ。はい、これは答えは3番です。はい、後半車線または途半車線と呼ばれます、はい、これちょっとね、まあ、穂坂車線とか上り坂車線とか読みがちなので、僕のお母さんは当番車線って言ってましたね。あ、一緒だ。あ、一緒ですか一緒一緒。それはね、どうって突っ込んだんですけど、答えは3番ということで。はい、じゃあ次の問題の答え、はい、これはちょっと難しかったかもしれない。そうですね、指示標識、次の標識のうち指示標識はどれ。はい、答えは、答えはこれもそうです。これが並走化という標識になります。はい、で1番が環状の交差点における右回り通行、はい、2番が普通自転車および歩行者等専用という標識です。はい、この1番の標識はもしかして、これはね、はい、2年前ぐらいの動画出てきたラウンドアバウトの標識になりますね。はい、ボリュームの、それラウワンだな。まああのこの中で指示してる標識っていうのを選ぶと分かりやすかったかなと思います。確かに。ということで答え合わせはこんな感じでは、クイズの方に行きますか今日。早速ね、うん、はいはい、ということで問題に行きましょう。はい、でね、うん、お問題、正しい標識の向きはこの中からどれが正解でしょうか。これね、まあ分かるか、よく見てたら分かるんだけどね、どうかなっていうところですね。そうだね、はい、まあこれはパッといきましょう。そうだね、はい、じゃあ次の問題です。次の標識の説明で正しいものはどれ。はい、1番妖怪塗り壁に注意、はい、2番ブーメランを投げても良い場所、はい、3番壁に立てかけるように車を止めること、はい、イエーイ。4番自転車一方通行、はい、問題の読んだ後の息漏れ声だな。いやー、なんか全部どれもありそうだなと思って。確かに、どれが来てもおかしくないですね。そうだね、でもみんな標識ちゃんと見てたら分かると。分かるかな、さすがにね、うん、意味を考えてみましょう、うん、はい、じゃあ次の問題で、じゃあ次の問題ちょっと急に、これは難しいですね、うん、次の標識の中で公安委員会、警察だね、はい、が設置しない標識はどれでしょうか。どれでしょうか。ではちょっと読み上げよう。じゃあ1番高さ制限、はい、2番最大幅、はい、3番、はい、重量制限、うん、難易度高いですね、これは。全部あり得てくる、全部警察が設置してそうな標識確かに。はい、ということで今日の問題はこんな感じです、うん、皆さん答え分かったでしょうか。答えが気になる方はまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。